空は続く。思いも必ず届く。ありがとうございます。美穂先生まで。はい、ありがとうございます。拉致被害者全員奪還ツイキャス、今夜も始まりました。今週のゲストは、皆さんね、よくご存知だと思います。蓮見敏子さんがご出演してくださいます。はい、美穂先生とも仲のいい蓮見敏子さんが出てくださいます。もうすぐ多分、コラボで入ってくださると思いますので、はい、ちょっと
とお待ちください。あ、明日から通常国会、今東京に向かう新幹線の中です。お疲れ様です。いや本当にお疲れ様です。ありがとうございます。美穂先生、またよかったら、本当にお忙しいでしょうけど、もしよかったらまたご出演お願いいたします。はい、あ、としちゃんと美穂先生ね、としちゃんでね呼ばれてますね、はすみさんを。さっきも、メッセンジャーで、ご連絡できているので、もうすぐ多分来てくださると思います。あ、なんか空飛びマンさん、はすみーんってよく書かれてますね。あ、美穂先生ありがとうございます。はい、よろしくお願いしますね。寒くなるのでお気をつけください大丈夫と思いますよ。はい、あ、来ていただきました。はすみさんありがとうございます。あ、こんばんは。はい、すいません、はすみです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん、はい、はい、もうコメント欄に美穂先生が、はい、あ、みおさん、みおさん、イエーイ、イエーイ、イエーイ、大変だな、こりゃ。ねえ、雪なのかな、着物なので大変ですと。なんかまた一気に明日からまた寒くなるようで。そうみたいですよね。ねえ、私ね、なんかこの間木曜日に仲間にね、はい、月曜日から雪らしいよって言ったの。はい、そうなんです、そうなんです。うん、そしたらね、うん、何、茨城だけ降るの、はい、とか言われて、頭くるわーと思って。ふざけとるわふざけとるわ、うん、茨城だけ降るの大変だねとか言われて、ふざけとるわ、お前んとこも降るよみたいな。いや、なんかね、関東いつも関西より暖かかったりするんですけど、うん、なんか寒くなるようですよね。今日はまだ10度ぐらい。あ、としちゃんこんばんは、と美穂先生が、こんばんはです、美穂さん。はい、はい、なんか今通常国会が始まるので、東京に向かっている新幹線の中から参加していただいてます、はいはい、ありがとうございます。なんか私の声がハウってる、はい、それは受話音量を半分ぐらいにしていただけたら、多分受話音量半分、受話音量というか音量を、ボリュームを、はいはいはい、多分これで治ったんじゃないかなと思います。これで大丈夫かな。今ちょっとまた洗濯バサミを装着。すいません、洗濯バサミ装着装着、はい、しました。はい、はい、ありがとうございます。なんかね、ハスミンとかね、トシちゃんとかね、ありがとうございます。いろんなアイドルのように呼びかけが始まってるんですけど、そんな大したもんじゃないんですけどね。ハスミさんはイヤホンしてますか？イヤホンしてるんだけど、されてます、されてます。まあ最悪、なんていうのかな、あ、じゃあちょっと待っててくださいね。あ、まだ怒ってますか。根元グリグリっと、もう一回差し込み直してもらっていいですか？ちょっとお待ちくださいね。はい、ちょっとエコってますか。なるほど、これはどうですか、これはどうですか。あ、ダメだ、あ、ダメだ。え、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい、どうだ、ちょっと皆さんお待ちください。試験放送で大丈夫だったので、はい、大丈夫だと思います。ね、生放送なので、こういろんなハプニングもあります。ちょっとお待ちください。あ、ね、星飼いのアイドル可愛らしいでしょ、この写真。美穂先生と一緒に写ってる。あ、なんか今コラボ切れましたね。はい、スピーカーがオンになってませんかというコメントが、はすみさんは iPad から、あ、私はミュートするんですか。ちょっとすいません、5秒か10秒ぐらいちょっとミュートしてみます。
ちょっと今はコラボ状態じゃないんですが、ね、美代先生のあのフェイスブックの投稿で、あの伊勢神宮のあの身を清めるね、伊豆洲川でのあのすごい写真を見た方はいらっしゃいますか。白装束でですね、一気にあの伊豆洲川の川の中に、真冬の川の中に入られて、あ、来ていただきました。朝の4時か5時ぐらいのお写真でしたね。はい、もしもし。はい。あ、ダメだ。やっぱり羽織ってる。いや、羽織ってないですよ。羽織ってないですか？じゃあ大丈夫です。はい、大丈夫だと思います。あ、朝の5時半でしたか。はい。皆さん、音声良くなりましたか？いかがでしょうか？厚美さん、ちょっとお声出してみてください。はい、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 はい。まだエコーがありますか？羽織ってますか？まだ。うん、あの、ボリュームって今、あの、どれぐらいになってますか？あのね、はい、送ってもらったやつでちょっとエコー入るのかなと思って、自分の、はい、あの、昨日の、あの、Bluetooth の方の。Bluetooth の方に今切り替えたんですけど、はい。同じみたいなんで、iPad の音量を半分ぐらいに下げていただいて、うん、iPad の音量を、うん、はい、はい、はい、そうするとハウリングが、あ、よくなったり、音は出してないんですよ、ヘッドフォンで聞いてるんで、あ、はい、良くなったように思います。ハウリング止まったように。あ、そうですか。はい、私の声が聞こえてこなくなったので、皆さんいかがですか、治りましたか。なんかね、美代先生のコメントが衝撃的だったので、はいはい、白装束の人は下着など一切つけていませんと。あれでしょ、チケチクリはつけてたでしょ。チケチクリ、そう、もう怒られませんか。怒られるかな。いや、だってほら、もうダメかな。前は OK だったんだけど、前は OK、 前は OK とか言ってますよ。前は OK だったんだけど、最近はダメなんだけど、一応ほら、伊勢神宮へ の、 参拝なのか、つけつくびダメかな、やっぱり。何、つけつくびという、あの、美代先生がこんなコメント多分受けてらっしゃるんじゃないかな。うん、はい、ね、今日のメインはそこか。ね、ミオさんに、ね、はい、あげるねって言って自分持ってたやつね、使ってないやつ探してるんだけど見つからないんだよね。え、本当に持ってたんですか。友達からもらって、海外のやつですか。ちょうどつけ首が流行ってた時に、はいはい、あんたこれ1個あげるよって言われて、1個、2個でしょ。2個入ってたやつ、はいはい。で、それ使わないでずっとしまってたの。そういえば、あげるよって言って、はい、探してるんだけど見つからないんだよね。すいません。あ、永瀬先生がコメント書いてくださいました。すいません。ごめんなさい。はい、はい、いえいえ。今日ね、一度切って立ち上げ直したら、そんなにハウリングしてますか？いや、私は大丈夫なんですが、大丈夫ですか、皆さん。ダメですか。そんな、なんて言うんでしょう。エンドレスエコーみたいになってませんよね。また皆さん言ってください。私の声が、はい。1秒、0.5 秒遅れぐらいで聞こえてくるのよ。あ、あります、あります。はい。うん、で、うん、もしよかったらもう一個の方の、はいはい、有線の方の、イヤホンにしていただいて、あ、気にならないですか、大丈夫ですか、はい、はい、あちらの方の、ボリュームあるじゃないですか、途中に、はい、あれで調節していただいてもいいかもしれないです、はい、ああ、そこそこエンドです。また切れちゃうけど、トラップ大丈夫、あ、大丈夫です、はい、はい、じゃあトラップ切れちゃうんですかね、イヤホン抜いたら。どうなんでしょう。ミュート押していただいてても多分大丈夫だと思う。エンドレスではないです。一回だけイヤホンしてます。そうなんですね。はい。山口百恵歌って。蓮見さんは歌上手ですよね。山口百恵さんとかね、中森明菜さんとかね、Facebook ライブでね、カラオケキャスやって
カラオケキャストじゃないですね、カラオケフェイスブックライブとか、なんかね、今日の放送つけ乳首でつけ乳首が流行ってた時があったんですよってさっきおっしゃってましたけど、実際に持ってる方っていうの初めてです。あ、そうなんですね、アニソンもうまいんですね。いやでも本当にお上手なんでね、皆さんであのリクエストしてまた近々あのカラオケ配信やっていただきましょうね。はい、来ていただきました。あら、すいません。あ、 OK です。ミカルミカルキンサギア、キンサギア、人生大将軍、将軍カカナさん、カさん、かすみさん、あっ、かすみさん、それすいません、あのコメントの読み上げがオンになってますか？ねえ、ツイキャスの設定のところを、歯車のところを開いていただいて、コメント読み上げのチェックを外してみてください。ダサンスダサンスチチチキサンチキチキオオソオンドクミンクミンスゴスゴスヨウサヨウサバイチバイチライブに。なんかね、試験放送うまくいっててもなんか本番私が立ち上げするんですか。すいません皆さん、一回すぐ切りますが、放送事故面白いですか。一回切りますが、すぐ立ち上げますので、すぐ戻って。はい。大丈夫ですか、皆さん。なんか、読み上げくんがブツブツ切れてる感じの音がしてましたね。はい。なったんじゃないでしょうか。あ、まずなんか、なんかダメですね。一回初めさん再起動してもらった方がいいですかね。すみません、iPad 再起動してみてください。はい、ちょっと送ってみましたね。電源落としてもらって、なんかキャッシュが溜まってたりすると、私もあの画像の切り替えがうまくいかない時もあったので、もしかしたらそうかもしれないです。ちょっと皆さんお待ちください。試験放送では大丈夫で、ちょっと待ってくださいね。ねえ、すいません。立ち上げ直したらね、直るかもしれないです。はすみさん、待ってる間にですね、ちょっとiPad が爆笑、つけ乳首で。今日の三浦小太郎さんの Facebook 投稿をご覧になった方も、いらっしゃるかもしれませんが、三浦先生には、2月の4日に、ご出演していただきまして、ゲストでねご出演していただきまして、お話ししていただくんですが、ツイッターしかされてない方には、その三浦先生のフェイスブック投稿を、私がスクショするなりしてツイッターにまた上げたいと思いますが、朝鮮総連系の、で、新聞で朝鮮新報っていうのがあるんですよ。でね、そこの記事にね、あ、コラボ来たもん。もしもし、もしもし、あ、大丈夫です。来ました、来ましたっていうか、あ、OK ですか。あ、やっぱりなんか遅れて、ちょっとハウリングしますが、はい、なんでだろう。
でもいい感じですか。大丈夫ですか。あ、OK と。はいはいはい、はい、あ、よくなりましたね。あ、はい、じゃあよかったです。あ、さっきよりいいですか。わかりました。先ほどの話でも自分の声が遅れて聞こえるとすごい冷静になる。なんか自分の言ってることすごい冷静になるちょっとね、ちょっと聞こえるでしょう。はいはい、これあの音量をなるべく下げれるだけ下げてもらうとマシになるんですけど。あ、なるほど。あ、全然聞けます。 OK と。はいはい、じゃあこのままいきます。はい、はずみさん、拉致問題のツイキャスなので拉致問題のことについてお聞きしたいと思います。はいはい、はい、はずみさん、もういきなりですが、はい、はずみさんから見て今の拉致問題のこの進展のない状態とかはどうでしょう。もうはっきり言っちゃいますけど、嘆かわしいことに、はい、その拉致問題っていうのは、はい、その、はい、民間とか一般の人がやれが何かして解決に、直接の解決にね、つながるレベルの話じゃないんですよ。いや、もうおっしゃる通りです。はい、やはり、はい、やっぱ日本政府が 何かして解決する話なんですよ。はい、それで日本政府がじゃあどうかっていうことになると、ぶっちゃけ言うと今の日本政府は、これは私の私見ですけど、はいはい、やる気がない。うん、あのやる気もないし、そのやるアイディアもないし、って思うんですね。だからもう、昨日も言いましたけれども、拉致問題っていうのはその今日明日、はい、あの2年後3年後どうこうできる話ではないと私は思ってるんですよ。あれ、音が、あ、大丈夫ですね。あ、大丈夫です、はい、大丈夫です。まあ、それはもう、はい、もうぶっちゃけ言うと、もう政府がやる気ないんだもん、解決するものもしないでしょっていう話です。本当に長くかかってきて、はい、これだけ解決できなかったっていうのは、もちろん政府もなんですけど、はい、今日私、私神戸なんですが、はい、救う会兵庫 の署名活動っていうのが毎月ありまして、はい、三宮であるんですが、はいはいはい、本当に本当に皆さん無関心なんですよね。そうなんですよ。それでその北朝鮮も、はい、ひょっとしたら政府も風化することを願ってるんではないかと。まあ、北朝鮮は間違いなく風化することを願ってます。日本政府も、ちょっとこう朝鮮寄りの、あるいは中国寄りの議員なんかはもう風化するのをもう待ってるんじゃないかって思うんですね。それなのでやはりこういうツイキャスとかね、やっぱり民間でできることっていうのはもちろんあって、やっぱり拉致問題は風化させないぞと、絶対もう忘れないんだっていうのを、やる気が出てる政府が現れるまでやっぱり続けていくっていうのがやっぱ重要だと思うんですよ。まあ、なんてだって今の政府やる気ないですから。はい、あ、今長尾先生がコメント書いてくださいました。はい、風化を政府が待っていることは断じてありませんと、衆議院議員の長尾先生が書いてくださいました。本当に真剣にね、考えてらっしゃる議員さんは確かにいます。はい、中山京子先生だってすごく真剣に考えてくださってました。はいはい、しかしながらその政府を動かせる人間の中にどれだけいるかっていう、そうですね、もうだから今日も一生懸命呼びかけている仲間が6、7人、署名 の台を持ってお願いしますということでペンを差し向けてですね、必死にやって声かけるんですが、はいはい、過ぎていかれる方の目にはですね、やっぱり諦めと気の毒だなっていう、ちらっとこう、あ、拉致問題のことやってるのねっていう理解もあるんですが、はいはい、書いたところでどうなるのみたいな、本当に諦めですね、やっぱり。そうですね。で、それでもっていう感じで、まっすぐに署名用紙に向かって書いてくださる方は、はい、まっすぐな目で諦めたらあかんと、
はい、日本このままやったらあかんよって言って頑張ってね応援してますっていう温かい言葉もくださるんですけど、あとやっぱり印象的なのは中学生の子はね、はい、5名ぐらいのグループがこれなんだろうみたいな顔するんですよね。あ、今ぐらいの中学生は、はい、そうですね、わからないかもしれませんね、はい、分かってないんですよ、はい、でね、分からないから書けないんだなと思って、ごめんあのねと、うん、パンフレットだけ持って帰ってって言って渡したら、はい、みんなでそれを読みながら歩いていくんですよ、はい、やっぱり全然そのすいません長尾先生がわざわざ書いてくださったり、美穂先生もあの来てくださってるのに本当にあの苦言は言いたくないんですけど、やっぱり啓発も全く足りてない、はいはい、そうですね、国民に知らせるということが全然足りてないと思います。で、民間は頑張ってそれをやってるんですけど、やっぱりね、あのもちろん来年度の4月から、はい、あの中学校とか高校で、アニメ恵みとかを、はい、あの配られてるので DVD を見せるようにとかっていう風な指導も始まるんですが、はい、それもパヨク連中がなんか横やり入れてきてるでしょう。ですね、要はあの、はい、朝鮮にルーツを持つ子どもたちがクラスにいるかもしれないのに、そういう特定の国をね、うん、悪く言うような DVD を見せるなんてけしからんみたいなことを言ってるんですよ。でそういう横やりが入った時にその、はい、政府がね、要はその文科省レベルですよ、はい、が教育委員会が、はい、いやもうこれはもう拉致問題は日本の国のその人権、日本の国民がね現在進行形で、はい、あの受けてる拉致問題、その人権侵害だから、これは学校でしっかり教えるべきだって、毅然としたね態度で、もう授業 の, その道徳でもいいですよ、その授業の一環としてこう教えていくっていうんだったら、ああやる気あるなと思うんですよ。実際その、はい、あの自衛隊のね、あの部隊をね送り込むとかそういうことをやってなくてもまだね、あやる気はあるんだって思うんですけど、はい、そうそうですね、わ、うん、かります、はい、まずそこ、そのそこですよね、実際自衛隊送れるか送れないかっていうのは、まあいろいろその憲法がどうのこうのって、私は憲法のことよく分かりませんけれども、でもあの姿勢ですよね、歴史を見ていくと憲法なんて後付けでいくらでも作っちゃう事例っていうのはあるんですよ、世界的に、あの日本の歴史見てても世界の歴史を見てても、その後からもう憲法を作ってっていうのはいくらでもあるので、そんなもん私はもうとっとと舞台作って送ってしまえよって思うんですけれどね。まあそうですね、軍事力奪還は、はいはい、あの、はい、まあいろんな方に意見を聞いたんですが、はい、まあ、あれはもちろん、有事の際はやるべきだと思います、はい、で朝鮮半島有事が起きたらですね、はい、奪還の、あの軍事力の投入は必要だと思うんですが、はい、平時にはですね、はい、あのなかなかそれをやると多分居場所を持ってたとしても、はい、日本側が情報を、はい、多分居場所を変えられるでしょうし、はいはい、うーん、なかなかその全員取り戻すってことは難しいんじゃないかというふうにおっしゃる方も多くて、なるほど、しかしながらですよ、でね、はい、はい、何でしょう、いや自衛隊の方の犠牲が出れば出るほど今度国民の世論が耐えれるかどうかっていうのもそこなんですよ、そこを私あのこの間美穂さんとお会いした時にね、あの、はい、拉致問題についてちょっと意見交換っていうか、まあ、美穂さんの話を聞いたんですけれども、はい、美穂さんがね、あの今日美穂さんも来てらっしゃるから、はい、まあ、私の今から話すことで何かこう至らないところがあれば追加でコメントで言ってほしいんですけれども、日本の国民って自衛隊員が死ぬことに対してのアレルギーが甚だしくて、例えばですよ、うんうん、あの、はい、消防隊員火事になって人が中で
あの煙とかね火に巻かれてると、はい、自衛隊員って命かけて助けに行くじゃないですか、はい、あ自衛隊員じゃない、はい、消防署員消防隊員、ね、消防隊員、はいうんはい、でそこでその火事をね、はい、見てる人たちが消防隊員が死んだらどうするんだって誰も言わないですよね。本当そうですよね。例えば凶悪犯が、まあ、銃を持ってたり、あるいは刃物を持ってたりして一般市民に危害を加えようとしている、あるいは何人かはもう犠牲になって加えられている、そういうところで警察官がね止めに入って、警察官が死んだらどうするんだって誰が言いますか。そうですね、自衛隊員だけみんなアレルギー持ってるんですよ。いやもうおっしゃる通りです、本当にそうですね、はい、であの、はい、拉致問題っていうのは現在進行形 の, あのものですけれども、さっきの火事に例えるならば、うん、拉致被害者っていうのは今でも家の中で燃えてるんですよ。いやそうなんです、いやおっしゃる通りなんです。今日もその救う会兵庫の、メガホンを持ってくださってた方は、はい、神戸は23年前に大震災があったんですと、はい、そうですね、はい、この周りの景色ももうみんなビルも斜めになったり崩れたり家もぺしゃんこになったりして瓦礫だらけ で,、はいはい、で拉致被害者はその瓦礫の中で40年50年助けてって言ってる方ですよっていうふうに言ってたんですよ、神戸の街 で,、はいはい、でもう涙がもうまあ、マスクしてたんですけど、はい、もうこぼれてきて、はい、いや本当にその通りなんだけどなっていうことを、まあ、今だから安住さんおっしゃった通りなんです。燃え盛ってたり瓦礫の中から助けてと北朝鮮から声は聞こえませんが言ってるんですよね、はい、はいはい、それをね、だから国民レベルで、うん、その民間レベルでできること、まあ、いろいろまあ、あります。その中の一つにやっぱりその自衛隊員が死んでしまうことへのアレルギーをその世論としてまずそこをなんとかこうやっていかないとなって思うんですよ。アメリカなんかはその、はい、軍人がね外国に行って、はい、まあ、不幸にも死んでしまったと、そしたら国を挙げて国葬するんですよ。たった一人そうなんですよ、捕まってもそうなんですね、何人もの部隊をね、はい、組んで絶対助けに行くんですよ。でまたねその方のなんていうんですかね、亡くなった尊厳をもう目いっぱい国全体でなんていうんですかね、その方に敬意を表すというか、はい、それをやってますよね、はい、はい、国葬ですよね。特にアメリカは契約の国なので国と国民はもう契約で結ばれてるんですよ。国民と国が契約、はい、うん、もう無意識にみんなそう思ってて、はい、要は国民は法を守り税金を払うことによって何かあったら国が助けてくれるって、そういう契約のもとに成り立ってるんですね、はい、ですから、はい、恩恵を受けるとね、はい、うん、はい、何かこう例えば国民が外国に行って、あるいは無理やり外国に連れ去られて何かあったら国がね全力をかけて取り返しに行かないと、何のために俺たちここの国の国民やってるんだっていう話になるんですよ。あ、契約違反なんです。自分たちは守ってるのに。そうです。いや実際に本当に拉致被害者に対しては日本国憲法違反だという意見はたくさんあります。そうです。はい、あれですよ、前もツイッターで書きましたけど、国の責務は、はい、領土と国民のを守ることですよ。国民の生命、はい、財産を守ることですよ、はい、それができない国はもう国として手を成してない。今のさっきもそのね議員の方が来ていらっしゃって、いやそんなことないぞっておっしゃる意見を重々分かりますけれども、今の、うん、この国はね別に自民党がっていうんではなくて民主党の時もそうでしたのは、例えば尖閣とかね、領土が竹島もそうです、はい、領土が侵害されてるのに何もしてない、はい、結果論としてね、いや何かやってるかもしれませんよ、でもそれが結果としてものすごく目に見えて効果が上がってるっていうことをやってないってことですね。やってないですね、うんうんうん、領土を守れてない、うん、そして、はい、国民がね誘拐されているのに現在進行形で、それも取り戻してない、何十年もね、はい、はいは
はい、あの私、まあ、これは安直なんですけど、国家を親、国民を子供って例えると、自分ちのね、子供が誘拐されて、しかも隣の家にいるって分かってるんですよ。そうなんです。それを取り返しに行かない親って親ですか？いくらね、毎日3食きっちりご飯を食べさせて、綺麗な洋服を着させて、ね、学校に行かせてたとしても、いざ誘拐されてそれがどこにいるのかわからないってのはしょうがないですよ。隣の家にいるって分かってんのに取り返しに行かない、そんなの親と言えませんよ。はい、残された弟妹たちである私たちは、そういうのを親と認められませんよ。親として見ませんよ、これからは。それは国に忠誠を尽くせられないっていうことですよ。いや、もう本当におっしゃる通りですね。はい、すみません、あの言いたいこと言わせていただきました。はい、いやいやいや、もう本当に正論です。おっしゃる通りなんです。はいはい、でこの国民の怒りが、蓮見さんが今おっしゃったような、はい、爆発すればきっと国も動きやすいんじゃないかっていう気もするんですよ。ただね、爆発して自爆しちゃったらね、はい、私たちもね、結局は日本国民ですから、あのまた民主党みたいなのが政権持っちゃったらっていう、そういうおっかなびっくりもあるんですよね。はい、で、あの悲しいかな、日本っていう国はもう今も昔も外圧に弱いんですよ。外国様がこう言ってるぞとかね、国際世論はこう言っているって言われちゃうと結構弱かったり、優等生だからね。はい、はい、ですから気にしますよね。はい、はい、民間レベルでこれからできることっていうと、やっぱり国際社会に向かって日本っていう国、政府は役立たずだということをやってないんだと。やってない。で、そのために国連っていうのがあると思うんですよ。国連っていうのはね、パヨクはなんか間違った使い方してますけれども、もともと国連っていうのは、あの国の手を成してない国とか、あるいは国が国民を弾圧しているような、そういう国がね、だらしない国のね、国民が国連に行って、俺たちの国はこんなにだらしがない、やる気がない、あるいは俺たちを攻撃する、だから何とかしてくれって言いに行く場所なんですよ、そもそもはね、国連っていうのは。そうなんですよね。そうです、そうです。だから、まあ、あの、はいはい、パーマネント5に助けてくれっていうね、そうです、戦勝国に助けてくれって言いに行くとこなんですよね。そうです。ですから私、十分拉致問題っていうのは国連に持っていける事案だと思うし、だって国民がね、拉致されてるのに何もやってないんですから。それでね、私たちの仲間が、まあ、あの今度国連のね、人権理事会かなんかに、あの持ってこうかっていう話になってるんですよ、はい、拉致問題を。っていうか、その話聞いた時に、はい、え、今まで誰も持ってってなかったのって思って、まあ自分も含めてね。まあ、その国連人権委員会の中で、北朝鮮に対するあのいかにこんなにひどいことをやってきたかっていう調査チームを作ったのは日本の外務省がやったんですけど、はいはい、やった日本の外務省がやってないと国連から言われる。あんまりね、国の文句言ってると私もね、あのとある方向から怒られるんで言えないんですけど、あの、いや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 、外務省、難しいですよね、これね。外務省って、はい、昨日も言ったんですけれども、はい、外務省ってある程度、はい、その問題解決たる問題があった方が助かるんですよ。なぜならば病気があった方が医者は儲かる。やるべきことの仕事がある、これですよっていうふうに与えられたら動くってことですか。そうです。まず国連の方からね、外圧でね、お前の国は男女平等がなってないじゃないかみたいな、そういう文句を言われると、うん、外務省の中では、ね、男女共同参画、なんとか対策室みたいなやつを作るわけですよ。はい、うん、はいはいはい、対策しますという、国連様対策しますという、対策しますよっていう、うん、そしたら、はい、そこの室長っていうポストができるんですよ。あ、なるほど。そうすると、はい、平社員の中で、はい、ポストができる、昇進できるんですよ。はい、
あ、なるほど、新しいポストができたことでね、一人ポット、はいはい、外務省としてはね、ある程度問題があった方が嬉しかったりする。なるほど、出世にもなると出世のね、バリエーションが増える、はい、こっちのコースで出世してもいいし、こっちのコースで出世もしてもいいしっていう。なるほど、なるほど、うん、はい、ですから、そうですね、そう、案外ね、その、拉致問題を国連に持ってったら外務省喜ぶかもしれませんよ。外から言ってくれたら動きやすいっていう、動きやすいっていうのもあるかもしれません。まあ、とにかく本当にあの今のままじゃなくて打開策ですよね。そうですね。なので これじゃなくて、はい、もう日本政府を動かすしかないので、だってさっきも言ったように民間レベルでできること、うん、その直接解決につながることは民間レベルはもうできないので、できないですね。やっぱ直接的にね、まあ、だから迂回なんですよ結局、うん、いろんな人に訴えてこれを知ってください、分かってくださいっていうことを呼びかけることでその声を上げていくっていう迂回なんですよね。そうなんですね、うん、まあ、外務省はね、はい、外務省でやってるつもりなんですけど、所詮なんていうんですかね、問題解決のためにやってるんではなくて、自分たちの仕事をこなす俺たちって働いてるっていう、そういうやりがいのために働いてる、あのやってるんで、全然結果伴ってないんですよ外務省のやってることって。そうですね、またあの、まあ、政治家さんじゃないので、はい、外務省は与えられた仕事はやりますが、はい、落ちてこない限りやってくれませんよね、自発的にはね、はい、でそれが人によってはその、うん、あの 売国奴に見えたりするわけなんですけれども、はいはい、私はあの、うん、美代さんもこの間言ってました、行政お役所は別にさあの、うん、右とか左とかそういうイデオロギーなくてただののんぽりなんですよ、うん、来た仕事をやって言われた仕事をこなすと、そう、来た仕事をやってるだけで、うん、仕事が来なきゃやらないんですよ、うん、それもかなり優秀な方がついてますから、はい、与えられた仕事に対しては結構忠実にこなされるんですよね。だからその仕事を落としてくるところをどこにするかと、はい、なるほど、日本政府が出さないなら国連から出してもらうような形もあるってことですね。でそれで、うん、その国連はね、結構、はい、日本に指導してて、市民の声をできるだけ拾い上げて来なさいっていうふうに指導してるんですよ。国連は市民の声をよく聞きなさいと。それで、はい、特に外務省はじゃあ市民の声を聞かなくちゃって言って、何月何日の何時に市民の声を聞くその場を設けるから皆さん来てくださいってもう出して告知してるんですよ、広告してるんですね。でもその日時が平日の昼間とかだったりして、そんな時間に来れるのはパヨクだけなんですよ。ちゃんとね、資金が、まあ、潤沢な、はいはい、それでね、外務省はあなた今日行ってきてねって言えるような、うん、市民の意見聞きましたって、聞いてきましたって言ってるんですけど、本気でそう思ってるかもしれませんけど、それはほとんどパヨクの意見だから、パヨクの意見がこう全部通るんですよ。通りやすい、何でもそう、なるほど、何でもなんかこうパヨクっぽい考え方がこう通るんですよ。だから皆さんも学校、あ、学校じゃないや、仕事休んでまで行けとも言いませんけれども、もしね、そういう広報とかを見つけてね、あるいは市役所レベルでパブリック なんとか、要はこの問題についての一般的な意見を募集しますみたいなのがあったりすると、そこに意見を言いに来るやつって大体パヨクしかいないんですよね。そうですね、そうですね、わかります、わかります。まあ、だから先週も出ていただいた特定失踪者のパブリックコメント、ご家族の、うん、はい、なんか藤田隆さんもね、はい、なんかその日本人は皆さんおとなしいし、協調性も高くて、自分が意見をどんどん言うのもなんかこう、なんていうの、和を乱すのかなみたいな、おとなしい方が多いですから、それもあって署名もあまりされないのかなと思ったりもしますみたいなことをおっしゃってたんですけど、確かに、はい、左翼的じゃない方っておとなしいですよね、やっぱり。そうですね、ね、あんまりこう自己主張したらダメかなとか、はい、みんなが不満言ってないのに自分だけ言ったらダメかなっていうふうな、なんか配慮して収めてる方って多いですね。そうですね、例えばですよ、近所のここに
道路ができますと。今度新しく道路ができます。はい、それについて、そのパブリックコメントを募集しますっていう話になったら、はい、いや、ここに道路ができたら、すごく便利になるし、大賛成だよっていう人は別に意見なんて言わないんですよ。そうだね、そうだね。賛同の意見って出ないんですよね。なんでこんなところに道路作るんだっていう文句だったら来るんですよね。そうですよね、わかりますわかります。まあ、皆さんのそう、そういうことでね、もちろん大賛成さっていう時でも意見をす、はい、ちゃんと入れるとかね、賛同でも意見をする、そうですね、はい、はい、思いますね、わかります、はい、はい、まあ、それも議員さんに対してもメディアに対しても、まあ、過去もねそういうことは何回もこうツイキャスでもお話ししてるんですけど、はい、やる気にさせるための賛同とかですね、よくやってくれたっていう、はい、感謝とかもですね、はい、動いてもらう方には結構なんていうんですかね、動いてもらう原動力になるので、はい、いいことしてもらったらありがとうございますみたいな感謝しましょうとか、はい、いい記事がね載ったら、まあ、産経さんが多いんですが、はい、拉致問題のことなんかいい記事書いてくださってありがとうございますみたいな、はい、そういう意見を送りましょうみたいなことを言ってるんですが、そうですね、だから確かにそうです、うん、私も外務省を褒めるときは褒めますよ、これよくやったねって、あ、そうですか、うん、なるほど、そうすると、うん、いや、蓮見さんには見損ないましたとかいうね、はい、コメント来たりするんだけど皆さん褒めるときは褒めます、別に外務省的でもない、うん、はい、もちろん安倍政権だって全部的に、ね、よく言ったっていうときなんかはねもう褒めますよ、はい、うん、そういうときは褒めすぎますよ、そうですよね、ぜぜひひですよね、はい、なんかここまで散々ね、政府はやる気がないとかね、なんか役立たずとか散々言ってますけど、いや、政府褒めるときは褒めますよ、私だって、うん、はい、頑張ってくれてることまではね、はい、はい、頑張ってるというふうにもちろん言いますし、うん、もうやっぱりなんだかんだ言ってやっぱり安倍総理に期待はしたいんですよ、そうですね、過去の総理大臣、まあ、歴代の方を見てたらやっぱり安倍さんはよくやってくださってるなとも思いますし、まあ、私の評価では一番マシっていう感じですけどね、わかりますわかります、もうだから過去の自民党の、まあ、長尾先生までいらっしゃるかどうかわからないですけどもう大嫌いだった自民党の過去の歴代の方々に比べたらもうはるかにマシ、まあ、言ってるね、そうですよね、期待しますよね、だけどもうちょっとできるでしょって言いたくなる時はある、だからそのもうちょっとを、うん、そのやっぱりできないのがやっぱり佐弥子が言うような独裁なんかじゃ全然なくて、ね、自民は保守政党なんかじゃなくて、ああいう長尾先生のようにね、そうです、美代先生のように愛国者的な方っていうのってやっぱ少ないんですかね、自民党ってデパートなんですよ、ね、お店で言うと、いや、ほん確かに今まで日本の心とかね、何でもちろんその、はい、日本第一党とかはもう個人商店っていうか専門店でね、専門店ですね、完全に専門店、はいはいはい、だけど自民党はもうデパートで右の人もいれば左の人もいるし、はい、そうですね、ね、わかります、もう経済もう右でも左でももう経済さえ良くなればどっちだっていいよっていう人もいればっていうね、はい、もう、はい、自民党のデパート状態っていうのはいい面もあるし悪い面もある、今ちょうど悪い面が出てきちゃってるのかなって思うけど、デパートでもその自民党っていうその党の中では仲間だよっていうことができるから大所帯で与党で入れるんでしょうけど、そうですね、こう国のなんか状態によっていろいろカメレオンのように政策がコロコロ変えられるっていうのはやっぱデパートだからですよね、ですよね、はい、なるほどね、でもやっぱり、まあ、自民党の過去の方を見ても、はい、まあ、あれだけ安倍総理が長期政権維持できてて、はい、それほど支持率も落ちてこないところを見ると、はい、国民はそれほど何て言うんですかね、左のことを望んでないということも薄々は感じてるんですかね、自民党の人も。どうなんでしょうね、ただね、自民党の大体の支持者ってやっぱりのんぽりが多いんですよ、うん、あ、そうですね、あんまりね、昨日もちょっと言ったかもしれないですけど、その、はい、インターネットが使えてね、
変えてね、はい、でその中で政治カテゴリーに興味があってね、でその中で保守系愛国系の人ってのは一体何パーセントかっていう話なわけ、で 10% 切ってるでしょうか、どうなんでしょう、 10% もいってないと私は思います。で、ね、うん、2-3% ぐらいですか、ね、だったら専門店がもっと票が伸びるはずだから、あ、なるほどなるほど、専門店がねもっと勝つはずなのに専門店は伸びないですもんね、伸びないでデパートばっかり伸びる、はい、だから確かになんていうんですかね、なバッグを買おうと思うんだけど、なんかよくわかんないからイオンに行けばいいやみたいな、そういう感じののんぽりの人、すいません大丈夫ですか皆さん、ごめんなさいちょっと切れてしまいました、はい、はすみさんすいません、なぜかごめんなさい、電波が弱くなったのか切れてしまいました、はいはい、すいませんでした、はい、再開しました、すいません、皆さん戻ってきてください、大丈夫ですか、はいはい、大丈夫ですね、その、はい、要は自民党がデパート化している、要は自民党の大体の支持者はのんぽりテレビとかね新聞とかで情報を得ているのんぽりの人が大多数なんですよ、もうそれものすごくよくわかります、自民党に任せとけばまあ、うん、日本なんとか回るだろうみたいなね、いや橋見さんそれすごくよくわかる、うん、はい、はい、だからテレビでつまんない盛りかけとかやると支持率が下がるのはそのせいなんですよ、あーもう簡単にね、もうテレビとか新聞で情報を得ている人が支持してるから、もうすぐじゃあ怪しいのかな悪いのかなっていうね、自分であんまり確かめもしないし、はい、あそこに入れとけばなんとかなるんでしょう日本って感じですね、なんとかなるよ、あいやもう本当そうですね、それで最近安倍ちゃんの政策がちょっと左に寄ってきてるのはまあ本性を表したみたいなことを言う人もいますけど、はいはい、まあ、それはどうか知りませんよ、安倍ちゃんの本性はどうか知りませんけど、右側の人たちって虎の尻尾踏みじゃないけれども今まで左っぽい政策をしてきても右のね愛国系の支持者っていうのは安倍ちゃんから離れなかったんですよ、はあ、安倍ちゃんを信じてずっとついてきたから、なるほど、はい、安倍ちゃん的にはちょっと左っぽいことやっても大丈夫だなって話になってるんだと思うのよ、あ様子を見てね、はい、今まで様子見てたと思うんですけど最近左っぽくなってきてるのは要は右側の、ね、人はどういう政策したって支持率は落ちないと、だったら左っぽいことをやって左側の人のあるいはのんぽりの人の支持率を確保した方がお得なわけ、広げれるから、そう、はい、支持者を、なるほどね、うん、だから私は安倍ちゃんを支持しているからこそ安倍ちゃんにねこの役立たずって言ってるわけですよ、それはやったみでしょうっていう部分がね、はい、はい、右側にもう一回戻ってきてほしいから、必ず、あ、私リベラルです、そうリベラルなんですよ私実はそうなんですね、はずみさんはリベラル、実はリベラルなんですよ、まあね、もう日本の保守ってリベラルの分け方ってなんか微妙ですもんね、うん、保守の人が会見を必死に頑張ってて、ね、リベラルっていうか左翼だって言ってる人が憲法死守とか言ってますね、うん、あでもね、安倍総理は会見だけは絶対成し遂げたいんだなっていう、その意思は分かるんですよ、うん、だってそれやんなきゃ嘘つきだもん、嘘つき総理大臣で歴史教科書に載るよ、いやそれで、ね、憲法改正には国民投票がありますから、今自分が嫌われるわけにいかないっていう、嫌われるわけにいかないって大変ですけど、そうなんですよ、支持率落とすわけにいかないっていうのはものすごく意識されてるでしょうね、うん、だから左っぽくなってきてるんですよ最近、まあしょうがないな、かわいそうっていうか、まあわかるんだけれども、うんうん、でも対東アジアとかのことに関しては国益、今後50年100年後の日本の国益も絡むことについては、はい、ちょっと
頼ってる場合じゃないと私は思うので、うんうん、移民政策とかね、はい、あとそうですね、私あんまり詳しくありません、あの水道の民営化とかいろいろあります、ありますね、ああいうのはいやちょっと頼ってる場合じゃないなと思いますけどね、確かにもうグローバルとか言ってる場合ではないんですけど、はい、はい、まあでも蓮見さんがおっしゃってたように外圧に弱いと、で今トランプさんは明らかに、はい、あの自国ファーストで進んできていますけど、はい、そうです、はい、それをねあのこう見ながら、あ、日本ももうちょっと自国ファーストっていうのをしっかり大事にやっていってもらいたいなと思ってます、うーん、あ、すいませんもう50分になってしまったので、蓮見さんよかったら、はい、今日でもね拉致問題のねあのお話聞けてよかったです、すごく本当に正論でした、はい、あのハーグの国際裁判所でしたっけ、はい、あそこに提訴するって話もありましたね、23日にね行かれるんです、はい、はい、あれもやっぱりいいと思いますよ、あのどんどんやっても あの結果がね直接的に解決につながることは、はい、まあないと思うんですけれども、はい、なぜならばこの間のほら中国とフィリピンのあの南沙諸島でしたっけ、うん、ありましたね、うん、あれだって中国が負けるような判決が出たけど結局なね中国はなんか どうなったかって言ったらどうもなってないわけですけれども、 でもあれがねあれを要は例えば材料にっていうかねに例えば国連に持っていくとかね、うんうんうん、わかります、うん、はい、だから一応ねお墨付きはもらえるわけですし、そうです、はい、そういう意味で、あのもちろんもう材料としてねこれから北朝鮮を追求していくための材料として全然使えるので、もうどんどんああいうことはもうやっていっていいと思うんですね、でまあこれもやってるあれもやってるっていうことを増やしていくっていうのは、そうですね、ね、絶対にあの取り戻すんだという意思の強い形一つの形がどんどん増えるってことは絶対いいことですし、はい、でねあの、まあ、気の毒なことに認定の方じゃないので、はい、政府認定者じゃないので国から支援が全くないんですよ、うわ全くないんです、だからほとんど自費で行かれるんですよ、でオランダまでやっぱり、ね、飛行機代と滞在費と、ああのヨーロッパは高いですからね、高いんですよね、高いんですよ3倍ぐらいかな、だからね本当にまたなんか飛行機の時間も7時間半ぐらい乗りますし、うん、大変だなと思って、さあ今月さん書いてくださいました、はい、よかったら皆さん、昨日のねかなたさんのね、はい、その枠でも言いましたけど、はい、あの私どこのね団体にも所属してないからもうこれ堂々と言えるんですけど、はい、あの皆さんねお金がないと何もできないんですよ、うん、本当にね、あの仲間がね国連にこの話持ってくって言ってましたけど、でもお金がないって言ってるんですよやっぱり、そうなんですよね、あの人間ね、うん、どんなアイディアがあってどんなに素晴らしい人材がね揃っててもお金がないと何もできないんですね、はい、それなので、ね、こう頑張ってください応援してますっていう気持ちがある方はぜひね、1000円でもいいですから、うんうん、そういう、ね、直接行動してる方にね、寄付という形で、うんうん、応援してくださいって思うんですね、そうですね、そうですね、はい、はい、金出せって感じですねいや気持ちは分かりますと応援したいですっていう方はですね、うん、そういうふうに1000円でも2000円でも送っていただけたら実際に動かれる方の、はい、強い力になりますのでよろしくお願いします、はい、もう100円でもいいですよ、100円でも ありがとうございます、今寄付しましたというコメントもたくさん来てます、ありがとうございます、はい、はい、もう金額は無理のない程度でできるだけカンパをお願いいたします、で実は、このツイキャスでもお話ししましたが北朝鮮人権法っていう日本に法律がありまして、はい、こういう拉致問題の、はい、民間の行動を政府は支援せよっていうふうに法律で決まってるので、はい、今ちょっと私スクー会の、東北の方の方とかですねもう古い子さんの方に、はい、ぜひ政府から資金をこう調達する方向に持っていけませんかっていうお話をしてます、はい、長くね活動されてるもう経
歴があるので、実績があるので、はい、そういう方からですね、はい、ぜひこう、なんていうんですか、拉致問題頑張ってる署名活動でもね、やっぱり来られる方皆さん交通費かかったり、ペンも買わないとダメだったり、はい、コピーもするんですよ、署名用紙ね、うん、交通費って結構バカにならないんですよね。そうなんですよね、ほんとバカにならないんですよね。だからこういうものぐらいはね、なんとかこう国から予算引っ張ってくる、もう保守もですね、うんうん、保守と最悪と言っていいのか、はい、まあこういうね、あの国民運動も国からしっかり、あの最悪ばっかりに、はい、うん、あの取られるっている場合じゃなくてですね、真っ当なあの国民を救うきちんとした活動なんで、国からね、はい、資金を引っ張っていきたいなというふうに考えてます、まあ、そういうこともやってます。皆さんもよかったらそういうあの呼びかけも、あの官邸メールとか内閣官房メールとかもありますし、はい、よろしくお願いします。あとはね、はい、そのね、本当に愛国的な議員さんに間に入ってもらうとかね、うん、そうなんですよね、うん、はい、いやでも実際にいらっしゃいますからね、うん、はい、あ、もちろんいますよ、はい、もちろんいます、はい、はい、あ、ブルーリボンバッジ1個買ってくださるのもありがたいです、お願いします。はずみさん、もう少しだけお時間いただいてもいいですか、はい、あ、大丈夫ですよ、ありがとうございます、はい、雪きれい。あ、本当可愛らしいのが、うん、ありがとう、はい、なんかいろんなコメント来てます。この愛媛の主婦さんも一生懸命活動されてますね、はい、はい、資金がないとなかなかこれといった活動ができないですよね、はい、交通費通信費かなりかかります、賛同できる活動にはどうかご寄付をと、はい、もうでも、あの民間の寄付もやっぱり限界があるので、国から予算持ってこれるように頑張ってみたいと思います。で、一つでも実績ができたらですね、はい、もう全国47都道府県の救う会、まあ、全部47都道府県にないんですけど1000人者を置けるぐらいにしたいなと思ってます、はい、はい、うん、皆さんね、やっぱりボランティアなんで1000人者もいないんですよ、あ、仕事の合間の土日に活動とかなんで、はい、皆さん、蓮見敏子さんに、質問したいことを今から受け付けますので、はい、質問タイムです書いてください。あ、蓮見敏子さんの本購入済みですよっていう、ありがとうございます、はい、蓮見敏子さんの本ぜひ買ってください、はい、はい、質問タイムありますか皆さん。あ、はすみさんの絵を拉致被害者奪還 の、はい、あのツイッターのついでもで使わせていただいておりますと、はい、はい、ありがとうございますっていうコメントが来ました。 あれはですね、はい、大変言いにくいんですけれども、はい、あれ拉致被害者奪還の絵じゃないんですよ、そもそも。やっぱそうですよね。あれは、はい、あの素材をね、私が女の子の部分だけ描いたものを、はい、あのどなたか心ある人があの字を入れてくれて出したんですね、はい、あれは私の作品ですとは言えないんですね。あ、なるほど、そうですか、まあ、はい、でも絵は蓮見さん、絵は私のなんだけれど、はい、はい、なるほど、私があの描いたあのあれはヨシフがね、はいはいはい、ね、はい、ご家族の写真をね、ごめんなさい、今日切れやすいんですかね、すいません、大丈夫ですか皆さん、はすみさん戻ってきてください、ごめんなさい、ちょっと戻ってくるまであの待ってます。はすみさんごめんなさい、切れましたね、ごめんなさい、たまにこんな日ありますね、ごめんなさい、ちょっと待って、あ、来ていただきました、すいませんでした、はい、はい、申し訳ないです、あの、はい、切れない時は全然切れないんですが申し訳ないです、すいません、あのヨシフと話したから切れちゃった、いやいや、そういうわけではないんですか、うん、はい、ダメだね、なんか質問、あのヨシフは本当腹立つ、あのね、ヨシフもなんか拉致被害者のなんたらかんたらとかやってるじゃないですか、はい、あれはね完全にね、こう撹乱攻撃だと思うんですよね、でもね、なんか荒木先生は、まあ、ああいう北朝鮮に味方する人の手を
北朝鮮がつかみに来るということもあるので助けてくれというかですね、はい、まあああいうチャンネルもあってもいいんじゃないかみたいな感じでふんわり言ってましたね。なるほど、はい。私あれスパイじゃないかなと思ってんだけどね。いや、あの何かはあるんでしょうね。弱み握られているか、お金か何か何か何か、はい、スパイです、スパイです、スパイですと、なんかすごいスパイですのコメントが流れましたね。なんかあれ撹乱攻撃してんじゃないかなと思うくらいで、本当にあの どうなんでしょうね。なんか、まあでも正直、家族会の方とか横田めぐみさんに近い方は、はい、もうあの、はい、協力はしないというふうに聞いてます。なるほど、はい、いいですか、安住さん質問、はい、はい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 、はい、よろしくお願いします。安住先生、コミケとかご出展の予定はございませんか？ないです。あ、ないそうです。もうサイン会とかはないですか？ああ、あのね、はい、まだ日にち決まってないんですけど、はい、なんだ、3月ぐらいに、はい、なんだっけ、あの和歌山で講演会があるかもしれないんですよね。あ、そうなんですね。まだ日にち決まってないんですけどね。ありそうなんですか？ありそう。あ、じゃあまた決まったら教えてください。はい。はい。2月の最後あたりか3月の頭あたりだか、なんかその辺。あ、そうなんですね。うん。関西でなんか、ね、はい、私を呼ぶなんか奇特な人がいるんですよ。奇特な人が、いやいや、それは講演なんですね。お話なんですね。いや、安住さんね、お話ね、ごめんなさい、私がこんな一般人の私が、はい、すいません、上から言ってしまうような感じですけど、安住さんお話上手です。いや、お上手です。いやいやいや、本当にお上手です。そんなことないよ。いやいや、あの安住さん本当にあのよかったら政治家も見させてください。いやいやいや、いやでもね、いやさ、さっきの他の政治家の先生見てると、いや、はい、これ私には無理だなって思うもん。いやでもさっきの、はい、国家が家で国民が子だなっていうところなんてものすごく説得力のあるというか、いやもう素晴らしかったです、お話。もう私自分があんまりこのなんていうの、頭良くないから、いやいやいや、やっぱりね、自分だったらこの例えで分かるかなみたいな、 あるじゃないですか。いやいやいや、本当にお話分かりやすかったですし、うん、絵描く時も小学生ではこれ分かるかなみたいな。なるほど、なるほど。できるだけ簡単にしようとするんですよ。なるほど、なるほど。みんなが分かるように、はい、なるほど。頭がいい人しか分からないような、そういう書き方はするようにはしないようにしてるんですよ。あ、でもそれができる方って頭がいいんですよ、やっぱり。いや、何言ってんですか。いやいや、本当に簡潔でね、一発で分かるように。いや、でもね、さっきの話がすごくまさに土星論で、もう今日皆さんにあの話聞いていただけたのが嬉しかったです。はい、質問。ブルーリボンバッジをあたかもファッションのように使っている議員がいるように思うのですが、はすみさんはどのように見ていますか、はい、という質問が。だからね、そういう偽物と本物、あの偽物の中に本物が入っちゃうっていうか、本物の中に偽物が混じると全部が偽物に見えるのね。うん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 、なるほど。まあ、そういう、うん、そういうのね、だから使わないでほしいしね。はい。だから、そうね、ブルーリボンバッジね、ちょっとつけないでほしいよね、そういう人はね。で、だから、あ、知ってるけど、それ何ですかって知らないふりして聞くとかね、するよ。あー、向こうに説明させると。そう、私結構ずるい女だから、はい、知ってるんだけど知らないふりして聞くことあるのよ。その人の考えを聞きたいってことですね。そうそう、この人のどこまで理解してるかとかね。なるほど、なるほど。そこでしっかりね。いやいや、よく、いや、いいと思います。いいと思います。なるほどね。そういうこともできますよ、皆さん。つけてらっしゃったら、先生、あの、これって何のバッジでしたっけと。そう。それなんあ、そうですか。拉致被害者の、って。じゃあ、すごく一生懸命、ご尽力されてるんですね、とか言うのいいですよね。そうそうそう。
なるほど。一回ね、はい、とある、うん、まあ、超有名なね、保守系の超有名な、はい、これ名前は言えません。超有名な人が、はい、超有名な人同士が、二人がね、ポリティカルコレクトネスについてすごい盛り上がってたんですよ。なるほど、はい、うん、ポリコレが、はい、ポリコレが、はい、とか言ってすごい、ね、うわすげえな、ね、こいつらと思ってこいつらって思って、はい、でさっきの知らないふりしてね、えポリコレって何ですか、はい、私不勉強なんで教えてくださいっていうふうに言ったら急に口もごっちゃってポリコレはポリコレだよなあ、あれポリコレだよな、うん、みたいなね結構意地悪ですいや、そこで蓮見さんちょっと自分の表情困りません、だからあーこの程度なんだこの人とかって思ってでしょ、だから、いやなんかニヤッとしてしまいますよね、うん、あ難しいですよねとか言って その時そうなんですね、うん、いやなかなかいいですねはい、そっか、あ次の質問、蓮見さんもへこむことありますか、はい、という、毎日へこんでるよ私ね、ありますよね、毎日へこむよ、うん、そうですよね、人間だったらね、何だって自信満々でいつでも元気っていうわけにいかないですよね、よ、うん、もう今日なんか、はい、あれですよね、もう朝起きてから、あ今日も寝すぎたってへこむもんねそういいじゃないですか、それやばい、今日何にもやってない私今日これどうすんの、何にもやってないよってあでもゆっくり寝れたから体は元気になったなとか言ったんですか、よく寝たとか言って喜ぶんじゃなくて、はい、うわ絶対寝すぎだよこれって起きます、はい、そうなんですね、うん、はい、次の質問です、はい、ホワイトプロパガンダのきっかけを教えてください、これはねホワイトプロパガンダってなんほら、はい、日本の病巣を切るっていうあの番組でも説明してるからここじゃ端折りますけれども、はい、実際皆さん、なんていうのかな、知らずホワイトプロパガンダしてるんですよ皆さん、真実知らず知らずに、知らず知らずに、うん、真実を、うん、に基づいたことを発信する、もうこの時点でもう政治で、それが政治に絡む話だったら全部ホワイトプロパガンダなんですよ、はあ、じゃあ皆さんやってますね、実際やってる、だからいつからやってるのって言われたら、うん、もういつからかなって感じなんだけれども、自称って自分で名乗った、うん、まあ理由みたいなのは、要はこういう業界って、はい、なんて注目されなきゃ始まらない業界だから、自分はプロパガンダする人ですよって言ったらみんなギョッとするじゃない、あ、うん、なんか宣言出たみたいなね、私プロパガンディストですよって言ったら、はい、何この女みたいな話になる言うのするのみたいな、はい、そんな奴が絵描いてたら、とりあえずこいつの目絵を見てやろうじゃないかって思うじゃない、その評価は確かにどんなもの描くんだってなりますよね、何描いてんだこいつみたいなね、はいはい、そういう感じで、要はこういうのは名乗ったがち者の業界なんで、うん、うん、って感じですね、アピールってことですね、はい、皆さんもやってるそうです、ホワイトプロパガンダ、みんなやってるのよ、はい、皆さんも自分はホワイトプロパガンダツイッターですとかいいかもしれないですね、うん、したごめんなさい ね、コメント流れるんで質問ごめんなさい、読み切れてない方がいたらすいません、どうしてもっていうのは何回も何回も入れてください、すいませんすいません、止めてるんですけどね、どうしても、あ、蓮見さん絵の通りの人でしたねと野伏翔監督がコメント書いてくださってます、絵の通りの人って何だろうやっぱりね、はっきりものを言うってことだと思います、多分だって私自分自身がはっきりものを言ってくんないと分かんない人だから、でもはっきりものを言うって気持ちいいですね、いやでもね生きにくいわよ、うん、はい生きにくいわよ、それ言っちゃうみたいなねお前普通言わないよ、いやでも蓮見さん上手じゃないですか、だってそんな私不勉強なんで知らないんで、ポリティカルコネクトネスって何ですかって言って上手じゃないですかそこは女社会に生きてきた、ね、あれですよ、なるほどね、あそうね女社会ねありますよね、わかります、すごいわかります、はい、皆
皆さんごめんなさい、質問飛ばしてたらごめんなさいね。よかったらもう一回書いてください、はいはい。何かごめんなさい、読んでるんですが、はい、すいません。次の本のタイトル、のんぼりって何ですかにしませんかってなんかそんなのありますね。蓮見先生の消防隊員、うん、消防隊員、はい、警察官の理論を一度パヨクにしたことがありますが、パヨク、はい、北朝鮮は核を持ってるから一緒に語ってはいけない議論だと言われましたが、どう思われますか。パヨクに、あ、パヨクに言ったことがあるんだけれども、北朝鮮は核を持ってるから一緒に語ってはいけない議論だと言われましたが、どう思われますか。いやさ、そうそう、今日ね、言おうと思ってて言ってなかったことが、そう、国民レベルでできること、はい、あとできることみたいなね、はい、みんなね、はい、腹くくれ、それだけだよ、うん、もう腹くくるしかないのよ、うん、ひょっとしたら戦争になっちゃうかもしれない、ひょっとしたら報復のミサイルが飛んでくるかもしれない、うんうん、十分あり得る話、うん、だからその時に腹くくれるかどうかだと思いますよ。覚悟できるかどうかですね。そうですよ、うん、腹くくるしかないんですよ、うん、それは実はものすごく難しい、難しいですよ、難しいですけれども、そこで腹くくれないから、あ、やっぱり拉致問題を語るのやめよう、この話はなかったことにしようって言ったら、もう例えばお兄ちゃんがね、拉致られてたら、もうあなたね、お兄ちゃんの妹じゃないよ。なるほどな。そういう話ですよ。結局本気じゃないんでしょってことですね。そうです。それってもうあんた家族じゃないよね。もうそんなこと言った時点であなた家族じゃないよって。いやだからね、国民を守るためには戦争も辞さない。はい。あと自衛隊員の死だけを異常に怖がりすぎと。はい。いやそれはね、実は保守の人もものすごくあると思います、はい、で、全国でこういう拉致被害者の取り返すための民間で活動されている方でも、はい、戦争はやっぱり良くないよっていうのはおっしゃりますね、やっぱり、うん、まあ、もちろんその、いろいろな、ね、努力があって戦争回避できるならば、うん、それはそれに越したことないですけれども、はい、今侵略されてるんだよっていうことですよね。そうです。大体ね、交通事故に遭うかもしれない覚悟がないやつが車を運転するなっていう話ですよ。いやもう本当そうですよね、はいはい、食中毒が怖いやつは生物食うなって話ですよ、うんうんうん、なるほどなるほど。リスクなんか世の中いっぱいありますから、はいはい、ましてね、日本の国は引っ越しはできませんしね、はい、もう北朝鮮にも韓国にも中国にも近いのはもうこれはもう一生帰れないんで、そうね、昔はね、ひょうたん島みたいになんかね、動いていけるならね、どっかに行ければいいのになんて思いましたけどね。いや本当にそうですよね。でまた、はい、つい私たちはこう北東アジアのことで考えますけど、はい、まあね、世界で隣国と仲がいいとか関係性がいいとかっていう国少ないですしね。えっていうかね、はあ、隣国だから仲悪いんですよ。ですよね。仲良かったら、遠かったら気になりませんもんね。うん、いや仲良かったら同じ国になってるんですよ。あ、そうですそうです。国境があって国が分かれてるってことはもう、うん、あ、ここまではちょっと仲良くできないねっていうところは国境だから。そうですね、はい、はい、いやもうおっしゃる通りです、あ、これはちょっと聞いてみていいですかね。はい、何でしょう。蓮見さんご存知でしょうか。何でしょう。あ、過ぎちゃった。ああ、何でしょう。すみません。ああ、ごめんなさい。すみません。うよこちゃんっていう漫画知ってますか。あ、うよこちゃん、意思として可愛いよね。はい。はい、うん。あれどう思いますかっていう質問がありますね。いいと思うけど。はい。作者の方も漫画家さんですけど、そうそうそう、なんかね、はい、他のね出版社とかの方ではいろいろ書いてらっしゃる方が、はい、こっちがもともとその保守的な考え方だったのだろうけれども、思い切ってこっち側に来てくれたっていうのはすごく
ね、素晴らしいことだと思います、ね、ですよね、はい、いっぱい増えてほしいですか、それとも、ね、だ、うん、そういう方たちがいっぱい、ね、私昨日も言ったけど誰もね、はい、絵を使ってプロパガンダしてくれる人がいなかったから、もう誰もやらないから、もう早くもう誰かやってよと思ってたところ誰もやらないから、もういいよ自分でやるよってやりだしたのがそもそも始まりだから、だからいやそれにしてはすごい上手ですよね、嬉しいんだよね、はい、うん、まあでも才能があったからできたんですけど、うん、ね、いや誰もやらないから私やるよって言って下手くそだったら多分認められなかったと思うんですけど、でも下手くそでもやっぱり絵がやっぱりね、人それぞれ、はい、なんかこう武器というか取り絵が絶対あるわけで、はい、なるほど、でも分かんない、私が下手な絵だったとしてね、下手な絵でやってたら上手いやつがこいつ下手だな俺がやるよってやるかもしれないじゃない、ああなるほどね、なるほど、うん、いやでも誰かが何かの刺激になってるんでしょうね、なるほど、あ、なんかその人タクミンさんって言うんですか、その上子ちゃん描いてる人、はい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 、男の方なのかな、なんかどうやらそうの感じ、まあ、あでもわからないですけど、ね、ペンネームかもしれないので、うん、はい、なんか皆さんいろいろそうですね、腹をくくる同時に、後から出てきてもいいかもしれない、うん、パヨコちゃんいいですよね、いろいろね、うん、なんかそういうのがまた国民に受けていくといいなと思って、腹をくくると同時に有事に備える準備はしておきましょう、いや皆さん本当にそうです、そりゃ、ね、そうですよ、はい、なんか車だって保険入ってるからね、みんなね、そう、あの災害の国ですしね、有事、うん、人災、ね、あの自然災害何があるかわからないので、食料水もうおっしゃる通りです、うん、ヘルメットとかですね、あとベッドの下に靴とかですね、あと木刀とかね、木刀木刀ね、うん、私は枕元に模造刀置いてあるから、ね、あ、置いてるんですか、模造刀置いてある、なるほど、あれね、なんかどうなんでしょう、なんかでも長いものはいいらしいですけどね、うん、女性でもね、何でも使えると思うよ、うん、あの物干したりとか、そうですそうです、あ、物干したりなるほど、はい、ラジオ、懐中電灯などの準備を、いやもうおっしゃる通りです、皆さん気抜きましょう、日本の今日も三宮で通り過ぎていく人たちを見てて、はい、この人たちも分かってるかなと思ってたんですよ、はい、有本恵子さんは長田区の方だったので、もうすぐで長田に帰国するとこだったのを、はい、他国から北朝鮮に騙されて連れていかれてしまいましたが、うん、今ここを歩いてたのにと思ったんですよね、うん、間違いなく、あ、この三宮に来てただろうなと、長田に帰ってきてたら普通に暮らしてて、日本で結婚されたりお仕事行かれたり日常を過ごしてた方がいなくなってるのを必死で呼びかけてるのに、うん、なあと、なんかあなただったかもしれないのにっていうふうには感じないのかなと、まあ、それはもうこういう災害もそうですよ、皆さんやっぱり自分に来るわけがないじゃなくて、うん、あのいつ来るかわからないっていう覚悟ですよね、はい、生きていくためには、はい、まあ、ぜひお願いします、あの私ね、あのパドックでも何でもうまいやり方だなっていうのはどんどん真似した方がいいと思うんでね、うんうんうん、なるほどなるほど、本当あの、うん、今とっさにね思いついたアイディアなんだけど、はい、本当ね、はい、銅像とか作って置いといてもいいんじゃないのかな、拉致被害者像みたいなの、道通る人が、あ、はい、しかも拉致されたと思われるポイントに置いといてね、ここで拉致されましたみたいなね、こう口に手当てられて嫌がる女性を引っ張っていく男の人の像みたいなね、いやでもね、それも一番最初の話に戻るんですけど、思いつきだけどね、うん、あのね、で日本各地に置いとくのよ、日本各地に置いとくのよ、はい、外国に置きに行くって言い方あれだけど、なんかね、それだって書いてる人がいますけど、明暗とか拉致被害者像みたいな、まあ、お金どんだけかかるんだよって話だけど、いやそういうのもありじゃないかな、もちろんね、アピールですよね、とかも必要、うん、だけれ どその、うん、なんていうのかな、さっき言ったように国際的に国外に対してアピールしなくちゃいけないから、うん、で、うん、あの向こうの人たちって主張が強いのよ、すごく、
何にしても主張しないと自分たちの権利が守れないから。だから黙ってちゃうんだね。そう、うん、日本みたいに控えめな主張だとないに等しいの。聞こえてこないと大きな声でしっかり何回も言うと、う、何回も、うん、もう嘘泣きでもいいから泣きながら言わないと。なるほど。相手のこと、その白人とかね、あの黒人とかの心には届かないのよ、はい、だって自分たちはもっとひどい目に遭ってるんだから。そうですよね。ね、うん、あの石打ちの刑とかね、女であるためにね、うんうん、あの命取られるとかね、ありますよね。そういう人たちに共感してもらうためには、ちょっとぐらい大げさじゃないと、大げさにアピールしないと、さめざめ泣くぐらいじゃダメなのよ。しつこいなーっていうぐらいね。いや、でも分かります。アピールが大事っていうのは。アピール大事よ。もうよくよく聞きます。まあ、一つのアイディアとしてね。はい。うん、銅像かなんか、はい、作ったらどうかなって今、思いつきでアイディアが出ました。いや、分かります。あと、例えば、この前も、トランプさんと横田夫妻とかがこう、お会いされてた時にですね。はい。まあ、それを横田夫妻にやってくださいっていうのもちょっと酷なんですけど、まあね、酷だけどね、もう大泣きされるとかですね、うん、それぐらいしないと、うん、しないとダメ。なんかだってイアンコバーさんはそれやってるもの。そうなんですって。でスピーチ終わった後に満面の笑みで、あの OK ポーズ取ってるんだから、はい、なんかそういうそれぐらいしっかり訴えていくっていうことを出していかないと、はい、なんか伝わるものがやっぱ薄くなるんですってね。そうです、うん。だからそういうこともやっぱり拉致対策本部がご家族の方にしっかりあの指導されるとかですね、まあ、ご家族ができなかったらできる方をね、あのそばに置くとかですね。そうですね。うん、それをねやって いかないと、日本はもうそういうロビー活動とかアピールとか、はいはい、本当足りないんですよね。そうですね。でお金もかかるし、また同じこと言いますけど、ロビー活動って別に ね、あの外国は確かに直接的に金握らせてますけど、はい、いや それはやらなくったって、例えばね、うん、あの、はい、私たち仲間がやってるロビー活動っていうのは、その、うん、重要な、うん、要人っていうんですかね、と一緒に食事するんですよ、うん、2時間こってり。でその時の食事代、はい、割り勘ねとか言えないでしょ。はい、だからそのここはもちろん私たちが支払いますみたいなね、そのためのお金が欲しいって言ってるのよ私たちは。ああ、なるほど、うん、でお話をその間はしっかり聞いてもらうと。そうです。なるほどなるほど。早くたちはやってますからね、ランチブリーフィングとか言ってね、やってますから。ああ、もうランチ取りながらお話ししましょうってやつですね、はい、なるほど。そうです。ああ、あの国連のねスピーチ委員会の前にランチブリーフィングとか入ってますからね、あいつら。それは賄賂にならないんですね、その程度だったら。ならないです、ならない、ならない。そうですか、うん、じゃあもうやられたらやられるだけ、うん、あのどんどん向こうのアピールが効いていくと。そうです。これね、本当なんとかしないとダメですね、日本の左翼に負けないアピールするための資金、これ保守の結構大きな課題ですね。そうですね、はい。すいません、ありがとうございました、はい、長く。はい、皆さん、ごめんなさい、質問読み切れなかった方も いると思います。それとツイキャス何度か電波が悪くて切れてしまって申し訳ありませんでした。はずみさんのものすごく率直な素直なご意見聞けて、かなたさん要するに金って要するに金、いやもう金ですね、金本当に。金とあと NG を作って、あ、そうです、これ言わなくっちゃ、はい、要は国連でスピーチできる人って別に選ばれし勇者なわけじゃなくて、誰でも実はあのスピーチできて、でスピーチするにはあの NGO っていうね、要はあの団体、うん、NGO 団体を作って、あるいは既存の NGO 団体を、はい、あの国連のホームページにやり方書いてあるらしいんですけど、そこで要は国連のライセンスを取るんですよ。今はなんか左翼系の NGO しかないんですってね。あ、うん、あの保守系もなんか 2,3 個ぐらいしかないんですよ。だけど、ね、その NGO 一つにつき1スピーチですから、うん、NGO が増えればスピーチのバリエーションが増えるんですよ、うんうんうん。だからこの中でもうそういうなんか団体に所属しているとかいう方とかがもしいらっしゃったら、もうぜひその国連でもうどんどん NGO 登録してスピーチをしていただきたいと思うんですね。なるほど。あるいは意見書を送るとかね、はい、とにかく何かそういう
形にして動いていくこと大事ですね、はい、だから拉致被害者 の, その家族会の方 も, も国連の NGO を作っとってあ作っ NGO として登録して、うん、でスピーチもいけるんですよ。なるほど、うん、じゃあそんな話もしてみたいと思います。多分なかなか難しいかもしれないんですけど、うん、分かりました。いろいろ調べてみます。はい、ありがとうございます。はい、はすみさんありがとうございました。またよかったら、いやいや、はい、はい、あのよかったらまたぜひご出演してください。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、皆さん、はすみさんに拍手を。はい、はい、失礼します。ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、あの気持ちいいご意見でしたね。胸が すっきりするというか、まさに正論でしたね、あすみさんのお話ね。すいません、あの画像がを書いたりとかして、また切れたらダメだと思ってちょっと書いないでいたんですが、ちょっとお話ししてもいいですか。はい、あ、美穂先生お疲れ様でした。ありがとうございます。もう本当にあの美穂先生と仲のいいはすみさん、あの美穂先生と同じような正義感の塊の女性でしたね。え、もっと話聞きたかったですよね。多分はすみさんね、本当に気さくで優しい方なんで、ご都合が多分ついたらまた出ていただけると思います。はい、お話ぜひ聞きたいと思います。お話もすごくものすごくあのお上手というか説得力のあるお話でしたね。はい、皆さんちょっと聞いてほしいんですよ。ちょっとだけお時間ください。もうすいません、27分になってるのにごめんなさい。先ほどはすみさんにコラボに上がっていただく前にちょっと話しかけたんですが、今この写真に写ってる方、この方お名前は赤木恭平さんと言います。日本のオリンピック委員会 JOC の名誉委員会代表幹事です。年齢は86歳。はい、この方がですね、なんと朝鮮総連系の新聞朝鮮新報にこんなコメントを出しました。今回の北の参加は久々の大ヒット。スポーツ界の快挙でこんなに嬉しいことはない。在日の皆さんと一緒にいつも早く良くなれ、北と南が早く交流できればと考えていた。キム・ジョンウン委員長の素晴らしい決断だ。これね、日本のオリンピック委員会の名誉委員会代表幹事なんですよ。東京オリンピックの時にこの人がまだ、86歳の方ですから、まあ、ご高齢ということもあってまだ在籍されているかどうかは分かりませんが、今は、現在幹事なんですね、代表幹事で、この人がね、まあいろんなこと書かれたり言われたりするのは勝手ですけど、このセリフの中にですね、キム・ジョンウン委員長の素晴らしい決断だって言ってるんですが、あの北と南が、団体を作るのは別に喜ぶのは勝手ですけど、あのこの人が名前出したキム・ジョンウン委員長はですね、日本人を含む多くの人々を拉致したまま解放してません、実のお兄さんとか実のおじさんをですね殺したり、あと政治犯収容所では自国民に強制労働、重大な人権侵害やってます。北朝鮮では皆さんもご存知でしょうが、たくさんの子供がですね不法労働されてたり、夜中も働かされたり、もう食べ物をなくして道端でね、本当にあの物乞いしたりとかですね、飢えて亡くなる人もいます。その金正恩委員長を素晴らしい決断だと、これが日本の、これね韓国の人だったら別にいいんですよ、韓国の国民が糾弾すればいいと思うから、
でもこの人は日本オリンピック委員会の赤木恭平名誉委員会代表幹事です。三浦孝太郎先生はですね、東京オリンピックですから小池都知事に抗議の、メールをされてます、ね、オリンピックは基本的に平和の祭典だと、北朝鮮のペースでこうね、今ピョンチャンオリンピックが政治利用されていますが、この赤木さんの意見っていうのはですね、とてもね、感化できないっていう形で、皆さんどう思われたでしょうか。うん、またそういうことを、三浦先生の書かれたものをスクショしてツイッターにも上げますので、はい、皆さんもよかったらちょっと考えてみてください。はい、来週のゲストを紹介します。ちょっとお待ちください。ちょっと切れてなかったらいいですか。今日は出ないかな。はい、出ましたね。はい、この方スクー会兵庫の名誉顧問されてます。20年間スクー会兵庫の代表されてました。で、今は名誉顧問されてます。もうね、日本にまだ拉致被害者の家族会もなかった時から拉致問題に関わって来られてます。永瀬武先生です。もう長く本当にずっと拉致問題について関わってこられてですね、今日も寒空の中署名活動ご自身も立たれて旗を立てたりですね、はい、片付けから何から一生懸命ご尽力されてました。前にご出演していただいた時はものすごいお話をしていただきました。もしよかったら、YouTube にありますので、よかったら皆さん聞いてみてください。過去の NHK が有本恵子さんのお父さんとお母さんが日本で初めて開いた記者会見を NHK が協力して潰しました。そんなお話をしていただきました。もちろん事実です。田中稔さんとかですね、はい、日本の拉致被害者認定されている方のちょっとお写真にしますね。もちろん有本恵子さん のご両親とも長く交流されてきてますし、この原忠明さん、田中稔さんの話もすごく詳しくご存知です。どちらのお話をしていただくかはまたこれから先生と打ち合わせしますが、はい、プロフェッショナルなお話が聞けると思います。はい、来週よろしくお願いします。永瀬武市議、神戸市議さん、ご出演してくださいます。はい、皆さんお疲れ様でした。腹くくれと、はい、気持ちよく言っていただきました。安住さんに腹くくりましょう。お兄ちゃん妹を取り返しに行く気がないんだったら本当の家族じゃないんだよと、もう本当におっしゃる通りだと思います。覚悟しましょう、腹くくりましょう、本気で取り返しましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。